花崎城山公園、花崎遺跡は埼玉県加須市花崎にある遺跡。縄文時代や平安時代のものなどが出土している。1981年8月11日に加須市指定文化財に指定されている。ここでは鎌倉時代から戦国時代にかけてあったとされる花崎城についても記述する。 1980年から81年にかけて、加祖市教育委員会による発掘調査が行われた。花咲遺跡周辺には、縄文時代から人々がいたと考えられる。平安時代には、住居を構え住み着くようになったと考えられる。戦国時代には、館を構え戦いに備えていたところであったことが、発掘調査により解明された。 新編武蔵風土機構に記載されている花咲城があったところとされる。花咲城は今日の九喜市の大原城の市場として築城されたと考えられている。長岡影虎の小田原攻めの時に家臣の既読内所有に花咲城を攻めさせたことが記録にある。この時、城主の細川屋民部所有は小田原城に参陣していたので幼少の細川康秀が守っていたが、 花崎城、大原城とも落城した。花崎城市公園現在、本丸と馬出しが城山公園、城市公園として整備され、保存されている。しかし、遺跡の範囲を東部伊勢崎線の線路が貫いているほか、宅地開発により、遺跡のほとんどは住宅地や駐車場となっており、上記の公園でしかその意向を見ることはできない。城山公園は東部伊勢崎線。 花崎駅から徒歩約3分のところにあり、住宅街の中にある。公園の入り口には、加藤市教育委員会が設置した、花崎遺跡の説明板が設置されている。市民には、城山公園として、犬の散歩や地元の加藤市立加藤東中学校の写生会に使われるなど親しまれているが、花崎遺跡や花崎城について知らない人がほとんどで、ある。5月頃には、 加須市内の浮屋の里にも自生する埼玉県の純絶滅危惧種のの漆と思われる植物が花を咲かせる。しかし、あまり知られていない。城市公園は城山公園から見て線路の反対側にあり、先北自動車学校の横にある林のようなところである。城山公園とは違い説明版はなく、ここも花咲遺跡の一部だとは知らない市民が多い。ありがとうございます。